中井翔でございます。この動画は特殊な競馬の手法を紹介するチャンネルでございます。興味のある穴馬を狙いつつ、回収率にこだわった競馬を目的としております。手法の内容がよくわからない方は、再生リスト内にある入門編解説の動画をご確認ください。本日はお知らせがございます。こちらの動画でご紹介させていただいております。出馬表チェックの資料関係の無料配布を行いますので、ご希望の方は、下記のアドレスまでご連絡くださいませ。本日は、良い配置による穴馬予想と、日曜日の福島競馬場の騎手、厩舎の高配置を確認してまいりたいと存じます。1番。コルテティトール田辺騎手10レース11レース表裏の1番で被っております。2番は良い配置がありませんので飛ばします。3番、鈴鹿ハービン高橋厩舎、こちらはアナザー配置で日曜日の函館11レース日曜日の福島11レース、表裏の3番で被っております。4番、オメガリッチマン、安田厩舎、こちらはアナザー配置で、土曜日の函館3レース、日曜日の福島11レース、片方循環の13番で被っております。5番は良い配置はありませんので飛ばします。6番エルトン・バローズ西村騎手9レース11レースゼッケンの6番で被っております。7番は良い配置がありませんので飛ばします。8番テオ上村厩舎、こちらはアナザー配置で日曜日の中京5レース、日曜日の函館8レース、日曜日の福島11レース、この4番で被っております。9番。ウバルワイト。菅原騎手。10レース、11レース。裏の8番で被っております。9番バルサムノート高野厩舎、こちらはアナザー配置で日曜日の函館11レース日曜日の福島11レース日曜日の中京12レース表裏の7番で被っております。11番アブラシアド津村騎手9レース11レースゼッケンの11番で被っております。12番大新ヤマト戸田厩舎7レース11レース生き残りかぶりで感じた花丸となっております。13番、14番、15番は良い配置がありませんので飛ばします。16番、マイネル・モーント、石川騎手、10レース、11レース、表裏の1番で被っております。続きまして、以上の高配置に基づく、中和な穴系の予想をしてまいりたいと思います。まず1投目。12番。大新ヤマト。こちらは戸田厩舎でベスト系の感じた花丸となっておりますので、7レースで様子を見て11レース買うかどうか、試写選択するといいかと思います。2投目。11番。アブラチアド。こちらは、津村騎手で、ゼッケンの被りとなっておりますので、9レースで様子を見て、11レース買うかどうか、試写選択するといいかと思います。さ
3頭目9番ブバロ・ホワイト、こちらはスノーラッキシでベスト系の被りとなっておりますので、9レースで様子を見て11レース買うかどうか、こちら選択するといいかと思います。4頭目8番テオ、上村厩舎で枠の被りとなっておりますので、日曜日の函館8レース確認して、日曜日の福島11レース買うかどうか、こちら選択するといいかと思います。最後5投目3番鈴鹿ハービン、こちらは高橋厩舎でベスト系のアナザーハイツとなっておりますので、日曜日の函館11レース確認して、日曜日の福島11レース買うかどうか、こちら選択するといいかと思います。以上、5頭の馬と結ぶ馬として14番ヘイレンスティール、こちらは現在オッズで1番人気となっておりますので、先ほど挙げた5頭と絡めて馬券を購入するか、試写選択するといいかと思います。以上でございます。この動画の内容が良かった方はチャンネル登録高評価をぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。